とうございます。今日も朝からですね、ワインを開けていい感じに酔っ払ってるんですけど、今日もだらだら靴の話をしていこうかななんて思います。今日はこちらの靴ですね。カルマンソロジーです。カルマンソロジーは前もジョッパをご紹介しました。それとはまた違う木型の、今回はローファーになります。で、私はそもそもなんですけど、カルマンソロジーを知ったきっかけっていうのが、GQ ジャパンっていう雑誌を、購読していてですね、その中でこうパッと目がいった靴が、カルマンソロジーだったんですね。まあ、デザインさることながら、この特徴的なのってソールだと思うんですけど、このターコイズのソールの美しさ、この美女のこのゴールドのそのターコイズのそれについているこの美女の、まあコントラストというんですかね、美しさで全体のバランス、と、あと黒を際立たせるこのラストっていうんですかね。カルマンソロジーって、今は古いモデルだったら、ブルーとか、グリーンとかブラウンとかありますけど、私が見てた初めの頃っていうのはもう本当に黒しかなかったと思いますね。まあ、黒だけの世界観っていうか、もう黒に統一された、美意識というかですね、コンセプトっていうところに非常にこの心を動かされてしまったわけですね。で、その GQ ジャパンで初めて見た時に乗っていたのがこのオペラローファーだったんですよ。もうこのオペラローファー見た時にどうしても履きたい、欲しいってなったんですけど、まあ、インターネットは当然のごとく売り切れで、ポップアップショップに行ってもなかなかなかったんですよね。で、タイミングがなかなかなくて、ポップアップショップに行く。で、ずっと欲しいな、欲しいなってずっと思ってて、2年ぐらい経った時に、東京の阪急メンズ館でポップアップショップがあったんですよね。そしてその時に、デザイナーの方もいらしていて、あ、もうこれは行くしかないなと思って、こう行く機会を伺ってたんですけど、ちょうどスケジューラー合わなくてですね、こう確か仕事の合間かなんかに行ったんですよね。で、そこでこうひょこって寄ってみたら、まあ靴が美しいわけですよ、どれもこれも。で、そこで僕その時はちょっと存じ上げなかったんですけど、デザイナーの方が来るって私知らずに行ったんですけど、ちょうどデザイナーの方がいらっしゃってですね、こうやって私が見て回ってると、いや、もしかするとジョッパーだったらこの小さい足でも合うかもしれませんみたいな話をちょこっとだけしたんですよね。ちょこっとだけさせていただいて、あ、なるほど、そうなんですかって言って、足入れものすごくしたかったんですけど、時間の都合上その場で足入れができず、そして戻って、仕事終わって戻ってみるとですね、もうデザイナーの方はいなくなっていると。で、私は非常に後悔してですね、あ、あの時買っておけばよかったなと、買っておけばよかったというか、履いておけばよかったなと、やっぱ靴って一期一会なんだなっていうのを深く反省しましてですね、なんかその頃からまた買うペースが速くなってしまったような気もしてるんですけど、で、その時のポップアップで買えず、で、それから、1年ぐらい経った時にですね、また別の場所でトゥモローランドでポップアップがあった時にお邪魔したんですよね。で、その時は結構私トゥモローランドの店員さんと仲良くさせていただいていて、もういついつそのデザイナーの金子さんが来られるイベントありますよっていうふうに教えてくださっていて、で、その時
に、合わせてですね、行くことができたんですよね、時間に余裕を持って。で、その時私はオペラローファーかウィングチップが欲しかったんですけど、その時はですね、もうオペラローファーがすでに売り切れていて、この靴ですね、もうウィングチップ一択だったんですけど、まあ、ウィングチップはもう買うって決めてたんでね、ウィングチップでサイズ、私カルマンソロジーだったら6なんですけど、6のカルマンソロジーを、その時ウィングで外バネで履きやすかったっていうのもありますけど、まあ購入しましてですね、いや、そのウィングチップもまた動画にしようと思うんですけど、かっこいいんですよ。こう、随所にこの、なんていうか、込められたポイントみたいなものがあってですね、それはまたおいおいっていう感じなんですけど、まあ、それでもですね、やっぱりカルマンソロジーのこのオペラローファー、いや、カルマンソロジーを好きになったきっかけっていうのはこのオペラローファーだったので、それでもちょっと諦めきれずにまた1年ぐらいが経った時にトゥムローランドの店員さんからまたですね、ポップアップショップありますよというふうにお声掛けをいただきまして、行ったんですよね。京都でしたけど、京都のトゥモローランドに行ったんですよね。で、そしたらですね、このオペラローファーがこう並べてあったんですよね。で、まあ今回もサイズないんだろうなと思って、このディスプレイされているこのオペラローファーパッて見たら6って書いてあるんですよ。そしてなんと在庫ディスプレイ含めもこれがラスト1点ですと。もうマイサイズ1点が残ってたらもう買うしかないじゃないですか。もうねえ、その買うしかなかったんですよ。もうマイサイズ1点だけ残っている、もうこれは運命だと。自分が欲しかったこう靴がラスト1点マイサイズだけ残ってる、まあ私そういったことが5、6回あるんですけど、もうこれは運命だなというふうに思いましたね。はい、まあ、それで清水の舞台から飛び降りてですね、買うに至ったっていう感じですね。こうカルマンソロジーでもこのローファー型の木型って一番コンパクトな木型になってるみたいですね。ローファーとかカットシューズとかティーストラップとかっていうのは同じ木型でできていて、割と足が小さめの、人間にでも、履きやすい、ラストになっている。まあまあ、ローファーだからっていうのでちょっとコンパクトに作っておられるっていうことなんでしょうね。なので、正直私ローファー、カルマンソロジーって初めシックスハーフからの展開だったんですよね。まあ、そこからだんだん、シックスができてっていう形だったんですけど、シックスでもローファー大きいだろうなと思って諦めてたんですけど、もう足入れしてみますとですね、もう嬉しい、びっくりで、ぴったりだったんですよね。もう買うしかないっていう、もういろいろな要素が重なり合って買うしかないっていう状況だったんですよね。これは素材はデュプイのサドルカーフだったと思いますね。こうカルマンソロジーってこういろんな雑誌とかで取り上げられる時に、まあ、デュプイ使ってるっていうのもあって、エルメスと同じ革ですよっていう風なね、売り方をされてることが非常に多いですけど、なんか私はセールスポイントそこじゃないように思いますよね。やっぱりブランドのデザインコンセプト、カルマンソロジーってカルムっていう静寂とアンソロジーっていう、詩、っていうので、まあ、静寂の詩っていうようなものをまあ、ブランドのコンセプトにされて、やられているわけですけれども。まあ、やっぱりその世界観に合ったこのラストであったり素材使いであったり、この美意識ですよね。まあ、素材は二の次、まあまあ、まあもちろん大事なんですけど、素材とかのセールスは二の次なんじゃないかなって。エルメスと同じ革ですって言って押していく、ブランドではなく、もう本当にこのカルマンソロジーっていうものを、靴が持っている魅力を、この美意識っていうところが一番このアピールすべきポイントなんじゃなかろうかなって個人的に思ったりしますね。なんかどうでもいいですけど、靴を
こう私サムネイル専用、サムネイル用に撮影とかしてないんですけど、こう触りすぎるとですね、YouTube が勝手に作るサムネイルのところに手が入りまくって、あんまり綺麗なサムネイルにならないんですよね。うん、あんまり撮影の時は触んない方がいいのかもしれないですね。はい。いやー、本当にこのオペラローファーって綺麗なんですよね。雑誌とかで取り上げられる時って、多分ですけど、ウィングチップとこのオペラローファー、あとは、取り上げられることが多いのかなと思うのは、プレーントゥのダービーと、あとはダブルモンク。ダブルモンクも素敵なんですよ。尾状がゴールドの、ゴールド、あれ真鍮なんですかね、の、渋い尾状がついたですね、非常にかっこいいダブルモンクがあるんですよね。それもですね、ちょっとそこまちょっと、カルマンソロジーすでに手持ちで4足あるんですよね。4足あるっていうか、3足今持っていて、1足今待っている状況なんですけど、それもまた届いたら動画にできればなっていうふうには思っているんですけれど、これ以上ちょっとカルマンソロジー増やすのもどうなのかなって、ちょっとやっぱりね、履いてあげたいっていうのが一番にあるんですよね。履きたいっていう。で、やっぱ足数が増えると履く頻度が減ってしまうので、それは悲しいなと思うので、まあ40足以上持ってて何言ってんだって感じですけど、月1ローテで回してもこう余りが出てきますからね。それを考えると何言ってんだっていう感じなんですけど、履く頻度っていうのをもうちょっと上げていってあげたいなと思う次第ですね。カルマンソロジーをこう置いておられるところ、基本的にポップアップが多いのかなっていうふうに思いますけど、エディフィスとビームスの一部の店舗だと、なんか置いておられるイメージがありますね。あと、心斎橋パルコさんとか、には比較的いつも置いてある印象ですね。あ、エディフィスさんとビームスさんも東京の店舗ですね。ビームスさんの丸の内と、あとエディフィスさんは、丸の内でも私見たことありますし、渋谷でも確かあった気がしますね。私一回びっくりしたのが、エディフィスさんでカルマンソロジーを見た時は、カルマンソロジーがセールにかかっていて、3万円台でセールにかかってましたね。もうあの時もうサイズがなくて断念したんですけど、サイズがあったら完全に買ってましたね。いやー、カットシュ僕私カルマンソロジーのカットシューズめちゃくちゃ欲しいんですけど、もうここら辺、このサドルとかなくて、もう1枚で作ったカットシューズっていうのがあるんですけど、それがものすごくかっこいいんですよ。いやー、それがセールにかかってて3万円台だったので、本当にね、本当に欲しかったんですけど、サイズがなくて断念っていうね。やっぱり靴買う時っていくつかこだわりポイントあると思うんですけど、私はやっぱりフィッティングを優先して考えることが多いかなと思います。っていうのは、フィッティングがうまくいかないと履く頻度が減ってしまう気がするんですよね。足にも良くないですし、素材とかデザインとかも大事なんですけど、まず足に合うかどうか、こうデザインとか素材とかどれだけ気に入っていても、フィッティングが今一つの靴ってなん、うん、ちょっと手が出しにくいのかなというふうに思いますね。こうフィッティングとか分かっていくだけで、こう自分の足の癖とか、どのブランドのどのサイズ帯が合うかなっていうのも分かっていくので、そうなると結構ネットでポチポチしやすくなっちゃったりして危険なところもあるんですけど、そうですね、フィッティングっていうところは一つ、これから靴を買われる際に履いた時にどういうところが正解なのかっていうのは、ご自分で最適点を探して、行ってあげるといいのかなというふうに思いますね。はい。私の私物カルマンソロジーで、これ2足目でしたね。ちょっともう1足はちょっと今ちゃんと磨けてなくて、ちゃんと磨いてお手入れしてからですね、アップできればと思います。はい。
ちょっと今日は朝から飲んでいるせいもあって頭がぼーっとしてるんですよね。ちょっともう少し頭がクリアになってくれればもう少し上げていこうかななんて思います。はい、今日天気悪いですけどね。なんかちょっと、なんか曇りだったり雨だったりするみたいですけど、ちょっとジメジメしますけど、今日も一日張り切っていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。